皆さんこんにちは、ユニバーサルコインの西村でございます。今日もコインの話をしていきたいと思いますけれども、前回に引き続きましてスピンクというイギリスロンドンのオークション会社の方で落札をされていきましたコインの中で、本日は、ジェームス1世、そしてエリザベス1世、こちらの高額な落札実績というものを、ちょうどオークションがありましたので、こちらの動画の方でお届けをしていきたいと思います。まずはこちら、収録をしている時間が非常に短かったので、スタートを今カレントビット、これ左側にありますよね、25万ポンド、今25万5千になりましたけど、ここからスタートをしているところしか録画をしておりません。ただもともとこれ1万から2万ポンドぐらいからスタートをしていきましたよというもので、ちょうどこの下の方にですね、23万、24万、25万、25万、5000、26万というふうに、まあ、ビットされている、まあ、あの履歴が残っていますけれども、はい、ということで最終的にこの26万ポンドで落札をされていきましたという話になっていくわけですけれども、実際のものとすると1611年から1612年、そしてこれは非常に有名なんですが、これエリザベス1世の頃から描いているデザインにニアリーなんですけど、船に乗ったジェームス1世、そして剣と盾を持っているというですね、まあ、まさに、まあそうですね、アラマダの海戦とかスペインと戦っていた時代でもありますし、まさに大航海貿易時代という、本当にそういったあの船というものがものすごく貴重であった。そしてまあ船をね、造船業を作っていたのはまさにオランダでありイタリアでありというものの地域地域が栄えていったという時代でもあります。まあ本当そういったその時代背景を彷彿とさせるようなデザインになるわけですけれども、この当時のコインの作りからするとまだ手打ちをしている段階ですから、まあ一部機械式になっているところもありますけれども、どうしても作りが甘いんですよね。なのでどうしてもギザギザ感があったりとかですね、こうあのコインと今呼べるようなものではない、なんか本当にあの知らない人が見たらゴミじゃないかみたいな、そんな感じのものなんですよ。うん、ただ今回のこのタイプに関しては非常に打ち方がうまく、まずそもそも打たれているということと、400年前のコインなのにとんでもなく綺麗な状態になっている。このジェームス1世の顔を見ていただきたいんですね。顔がね、こんだけ綺麗に残っているものは本当ないんですよ。コインって基本的には王様の肖像画を描くというものがありますけれども、まだこの時代そんなに大きく自分の顔をドーンと出すっていう時代でもないんですよね。なので、まあ、エリザベス1世結構あの大きく描いているものもあるんですけど、ただやっぱりどうしてもこの400年前以上になってきているので、顔のその部分がすれが強くて顔自体がよく分かんないんですよ。うん、なのであの非常にこの顔がこれだけ綺麗に残っているっていうのも、もともとそもそもものすごく貴重なんですよね。コインを知っている我々でもこんなに綺麗な状態のものはほとんど見たことがないんです、この時代の1500年代から1600年代の前半に関しては。はい、ということで MS64 スターという今でも非常につきにくいようなグレード、うん、というものがこの時代400年前のこのコインにつきましたということで、まあ、もちろんあの世界最高鑑定だと思いますけれども、非常に高額な価格で今回落札をされました。はい、ということで引き続きまして、こちらはエリザベス1世の AU58 プラスという鑑定書がついたノーブル金貨になりますけれども、ここにアラマダっていうふうに書いてあるんですけどね、ちょうど時代が1587年から1590年に作られたコインなんですけれども、1588年に、まあ、非常に有名なあのイギリス人からすると非常に有名なアラマダの海戦というものがあります。まあ、いわゆるイギリス艦隊がスペイン艦隊に勝った戦争なんですよね。でその時代に作られているということで、このアラマダ・ローズ・ノーブルというふうに、まあ、言われているコインになりますけれども、でこのコインも先ほどのジェームス1世と同じように船に乗ったエリザベス1世を描いているわけですけども、そのエリザベス1世、まあ、統治期間が非常に長かったということもありますけれども、女王であったということもそうですけれども、そして、イギリスの国家史上最も税金が安かった時代でもありましたというような時代であったりとか、あとはエリザベス1世が、まあ、そういった国に対しては私は国と結婚するんだということで生涯
バージン、処女を突き通していったというような、そういったこう語り継がれ方をしている一方 で実は浮気といいますか、その、まあ、まあ愛人がたくさんいたんだというような話であったりとか、あとは奴隷貿易をしていたとか、もちろんこの時代は普通に奴隷貿易なんか普通にしてましたからね、ということであったりとか、海賊というものを国が承認をして敵国、まあ、特にスペインですけれども、スペイン艦隊を攻撃をさせるというものをやっていったりとかですね、まあ、いろんな本当に伝説を作っていくわけですけれども、イギリス国民からするとものすごく人気の高いエリザベス一世さん、はい、という、まあ、歴史があるんですけれども、あれよあれよとそんなことを言っている間の中で価格が16万、17万、はい、いくらまでいきますか、これは17万ですね、はい、17万ポンドまで行って落札をされましたという、まあ、オークション結果ということになります。はい、ということで税抜き3,200〜3,300万ぐらいですかね、円換算をすると今のレートでいきますと、というような状況でございます。まあ、ここ最近はウナライオンが、まあ、63以上で5000万6000万を軽く超えていく、世界最高額が一応5000万までいきましたみたいな、ところになりますけども、まあ、5年ぐらい前まではウナライオンが大体5、6000万ぐらいというふうに言われている中で、ウナライオンの裸もしくは鑑定書つくかなつかないかなみたいな、まあ、61かな60かなみたいな、そんなウナライオンで大体3000万ぐらいでしたですね。今もディテールがついて3000万ぐらいですかね、うん、なのでウナライオンの状態の良くないもので3000万ぐらいという話になってきますから、それを考えると、まあ、それと同じような価格帯ではあるんですよね。ウナライオンの状態の悪いものとエリザベス一世のアラマダナ海戦の非常に有名で超状態のいいもの価格が一緒か、どっちがどうなんでしょうかねっていうような、まあ、そんな感覚になりますけれども、まあとにかくこの時代のコインでも状態のいいものはとにかく高額に落札をされていってます。そして価格がそこまで大きくこう乱高下をしないといいますか、ご存知じゃないかもしれませんけど、ウナライオンも結構過去乱高下してますからね。いいところだけを僕らディーラーは言いますから、もちろんこう価格が上がったなんていう話をしますけど、逆に価格が落ちてる、もしくは価格が上がってない時ってあんまり言わないですからね、はい、もちろんそれはプロモーションとして活用していくわけですから当たり前の話なんですけど、そういうそのまあ、大きく下がるって3割4割下がることはないですけども、1割2割ぐらい下がるときもあるんですが、そういったその下げっていうものがこの時代のコインっていうものは特に投資家の方々が買うっていうよりは本当のコレクターなんですよ。で今回のオークションで特徴的だったのは、我々のように海外からオークションに参加をする場合は基本的にネットでしか今参加ができません、もしくは電話をするっていう形なんですけど、それに対して今回のオークションというものはですね、フロア、まあ、まさにその会場で札を上げるというですね、そういったものが非常に多かったなという印象を持ちました。そうという、まあ、オークションの、まあ、生の情報を見ていくとですね、ああやっぱりこのコインはイギリス人買ってるよな、入札するよなところですね、あやっぱりこのコインは海外の人たち、誰だろうな、日本人かな、アメリカ人かな、どこの人だろうなみたいな感じで見てるんですよ。もちろんどこの国かなんかは分かりませんけども、まあ、フロアなのか電話なのかネットなのかで大体大きなざっくりとした仮説は取れるので、そういったこともオークションに参加を我々はしていると分かるっていうところもあるわけですよね。その状態の中で、そして電話なんかをする人たちは、ほとんどの人たちが、やっぱりこう、下がりませんから、あ電話来ちゃった、みたいな。いや、強気に行こうかなと思ってたのに、みたいなですね。やっぱり接待よね、みたいな、そんな感じになっていきますから。はい。まあ、そういうオークションの状況ということも見定めていきながら、どのコインがどのぐらいの適正価格で取れるかっていうですね。そういう流れなんかも踏まえて、まあ、私はやっているという状況です。まあ、これはディーラーの方々はほとんどそういうふうにやっていらっしゃると思いますけれども、その中で高値掴みもしないように、うん、そしてオークションはやっぱり競っちゃいますから、競った中でも自分の中で冷静に理性的にいられるようにしていきながら、いいコインをどうやって手に入れていくかっていうことがですね、まあ、これ本当に
非常に難しいんですけども、簡単なようで難しいんですけども、まあ、だからこそ面白いというところでもあります。はい、ということで今回エリザベス1世のそしてジェームス1世のご紹介をさせていただきましたけれども、次回とんでもないコインが出ました。そして価格もとんでもないことになりましたということでお届けをしていきたいと思います。